トムです。あ、トムさん。新潮高尾行き、トヨタの新スーキー、今夜もダブルウィッシュ。どうも、トムスギガス芸人 WC、新スケです。今日はですね、グエフエ、ここではなんと今、本のイベントが行われているという、これ第1回目だ、2022年度第1回目です。この中にね、まあ、日本語の本とかもね売ってやったらちょっといいなと思って日本の本を探しにやってきました。ちょっとじゃあ行ってみてみましょう。 Let's go! そう、 QR コードで電子書籍としてもここでダウンロードして、まあ「MIUI」って書いてあるけど無料で読めるってことよね。やってみる。こうやって、ダウンロードして見ることができる。じゃあ本が一層丸々あるんだ。そうね、ページ826ページある。やば、すごい。QR コードでダウンロードして本を読んでくれるんか、読み上げてくれるやつだこれ。すごいね、ボイス FM って書いてある。日本ないでしょ。ある？いや、わかんない。あるんじゃない？あるだろう。こういうのはさすがにあるか。さすがにありはするけど、まあベトナムも別に負けず劣らずですよということよ、うん、すごい流行らせてくれようとしてるわけでしょ、そういうものを。いやいや、こういう新しいものがまあ、できてきてるんで、ぜひ利用してってことでしょ。こういう新しいものができてきてるんでぜひ皆さん利用してみてください、うん、試してみてねって。そう、便利なものができてきてるよって。できてきてるよ。そしてこっちの方には、うん、ワンフォア読書の文化の空間スペースだ。本読めるんちゃう、もしかしたら。う、ね、うん、どうだろう、青空本なんか素敵やね。青空本ってなんや。ちょっと待って、青空本、青空本なんだ。青空本そんなの一言も書いてないよ。だけ青空本できるってことでしょ。青空読書って言いたい。青空読書、青空読書しに行こう。いや違うと思うよ俺。違うから。うん、いや本の歴史でしょ、多分本の文化をご紹介してるってことでしょ。うお、なにこれ。あれでしょ、本でできた家とかでしょ。違うだろ絶対に違うすぐ分かるやん、違うことが。このら書いてくれたりとかね、もう草書すぎて分からんのよ多分ベトナムで会っとると思う。そうね、うん、多分これもう N より A に見えてる俺はいるけどな。これまあベトナムだろうな。ちょっと一応聞いてみるか。ないな、ベトナム、ベトナム、あー、オッケー。でも合ってたよ、ベトナム。やっぱちょっとした資料館になってるな。へー、製本するときにこういうのを使って叩いたり取り使ったりね。日本あった、絶対に。サーモン、サバ、サーモン、サバ、チード、キャレン、あ、チー、え、トゥー、キニア、両方。あ、これね、これだ、いいじゃんな。もういた。いや。これラムトゥ、両方。ラムトゥ。なんで、わ、なんで、なんか。うん。こうかなで。あ、綺麗。カット。カット。カット。オッケー。はい。じゃあ、これ。ああ、なるほどね。ああ。ベちゃん、ベちゃん、ち、はい、お姉さん、
ました。お姉さんが来ました。なんてや、次何言ってなわ。やま。やっとま。やっと。頑張って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 。スマートライブラリーってこと。あ、子供の本って絵本とかか。日本人です。たくさん少し話します。少し話します。あ、ダザイオサム、すげえ、すげえ、すげえ。バナナ。ベトナムで日本語3年ぐらい勉強してたけど、まあ、たくさん話してないと。ごめん、ありがとう。さすがにあるっしょ。あのお姉さんも言ってたし、日本の本あるんじゃないかって。だって、まあ、俺これネットフリックスで見てた。いいえ、日本の本じゃねえや。日本の本じゃねえよ。見てたよ。ああ、どれ、算数あるやん。どれもあるやん。でも日本語じゃないけん、まあこれは俺はノーカウントするわ。ああ、豪商もあるやん。いや、コナンって言えや。え、コナンだろ、絶対に。昔からの知ってるから、昔から作りとしては一緒だけどね。はい。え、嘘ついてます。え、パターン一緒やろ。ちょっとちっちゃいです。あ、え、ちょっとちっちゃい。これ日本のよりちっちゃいでしょ。ちょっとだけ安っちいです。カバーなんか取れる。カバーかな、取れる。カバーか、うん。え、嘘ついてます。え、カバーや。ほら、カバーじゃない。カバーじゃないです。いや、これカバーや。待って、もう何で曲がるこれ。じゃあ何で曲げるの。カバーじゃないです。ここを何で曲げる必要あったの。カバーじゃないです。クレシンあって。クレシンって何や。いや、クレシンやろ、こっちは。クレヨンしんちゃんだろ。さっきり言え、ちゃんと。クレシンでやっとんのよ、こっち。じゃあこれは DB やろ。ドラゴンボールだろ。 DB でやっとるから。これ DB ってあんま言わんやろ。めっちゃあるやん。マジですげえな。でもやっぱ日本語ではないんだね。鬼滅もあるしね。読んだことありますか。はい。大好き。大好きです。大好きです。日本語上手ですね。あ、ちょっとね。エムホップインやってラウチュー。あー、エムホップとフィン。あ、映画で勉強しただけってこと。ね、フィンファッティンカジオ。ナルトです。ナルト。やっぱナルトだ。いや、結構ナルトやね。マイルト。デスノート。デスノート、ね。それ問題です。自分書いてもこっちだ。一巻。はあ、一巻。はい。何？ハウマッチ。あ、いくらね。いや、もう見えてるから俺に値段。ハウマッチ。あ、お客さんに。お客さんに質問。いや、お前にも一応聞いてる。見えてるよ。見えてる。だいたいもうこうやって隠してる。でも安いね。言えよ、答えを。安いよ。150円。日本円150円。いやいや、円安だから。そうだ、180円ぐらいやってるかも。印象的に180円。1冊3万ドン。え、でも安いな。ナルトは110円だ。22,000ドン。あるね。待って、ワンパンマンとかマジ100円なんだけど。絶対こっちで買った方がいいやん。こっちで買おうよ。読めんだろ。で、どういうさ、値段の設定か全く分からん。日本ってさ、基本さ、全部一緒の値段でしょ。今はちょっとわからん。俺らの時はほら410円とか390円とか。そうね。今ちょっと高いかな。440円ぐらい、うん。ワンスは？ワンスだって。ワンスって何？一回ってこと？一回。いや、ワンスやろもうこれは。ワンス。ワンスアゲインやろ。ワンスピースってことね。ワンスって言っても多分誰も何も思わんぞ。何の話ってなる。ワンスやん。安いね。19,500ドン。100円切ってきとるよ。いや、ないやん。日本語で聞かれた本はないんだ。まあちょっとちゃんと見てないけど、うん、英語で書かれた本も別にないじゃん。これだ。おい、え、お前嘘を言ったな。
待って、お前嘘言ったな。諦めかけたちょっとその瞬間だ。いや諦めかけたその瞬間よ。ちょっと待って、うわー諦めかけたその瞬間。そういうあの加工の仕方あんませんよ。アナログな加工の仕方あんませんけど。受精きた。でもマジで日本語これはね、ハウマッチ149,000ton750ぐらい。手が震え出す、まあ、日本領域展開です。領域展開しております。いやもう完全にも日本から持ってきたものだけん、いやそれはこの値段するよ。そうね、うん、あるのがすごくない？この並びに。これが多分ベトナムの今の旬ってことでしょ。ああこれが売 ね、売れるってことなんじゃないか、うん、きっと。ドラえもん、呪術廻戦、そして東京リベンジャーズ、映画でもあったスラムダンク、ジョジョリオン、ジョジョも人気なんだ。 CD 付き限定版だ。67万7000円。3000円超えてきてる。3300円。やばいやばい、これだって CD アルバムだ。マジですげえ。かぐや様は暮らせたいとかも知らんもん。この辺とかも人気なんじゃない？だけどテレビアニメ決定してる。うん、進撃とかもあるよ。進撃の巨人、鬼滅、ホリミアとかも知らんもん。まあ有名なんだろうね。ホリミアはネットフリックスで見たわ。あ、へえー。なんかこれもな、誰か紹介してたの俺見たかも。地獄少年かな。ということでね、グエンフェではもうこの本のイベントめちゃくちゃおもろかった。日本の本もありました。日本語でありましたよ。ジャストミートやね。ありました。それでは日本の皆さんへズームイン。あ、ズームイン。朝の番組、はい、皆さんもね、ぜひイベントがあった時には来てみてください。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。